最後の一瞬まで両備両難を倒せ。両機さんか、とうとう出てきたか。妹たちには負けられないわ。だってお姉ちゃんだもの。だってカグラだもの。あれカグラじゃなかったっけ。あれどっちだったっけ。忘れちゃったよ。ヤグラ3個、これでパーフェクトだ。達成だ。行きますよ。行きますよ。行きましょう。これでやっと80個か。戦え。戦って。違うわ。あれは働けだ。働け。ヌメモンたちに働けっていう。ヌメモンかわいそう。一人で戦うのか。一人で守るしかない。あと3つだよ。ついです。そりゃそうだ。なんとか倒したの。この1行で終わってしまった。残りは3人。行きます。リョウキさん休みなく続くよ。ちゃんと絶秘伝忍法使ってるか。おい、そんなこと言ってるぞ。アスカさんがバカにされてるぞ。ユミさんとかフムラさんの方が強いらしいぞ。そうなのか、一番近いのはアスカさんですか。2人が乱入してくるの。腹で受けた。どういうことだ。ショットガン。いや陶器を込めなくてもショットガンを近距離で撃ったらしいのは。ひでえバカだ。それが情を捨ててないというやつだ。情を捨てて戦えば倒せてたんだ。これで1対1ですね。むしろ1対5で戦ってたのに負けてるっていうのはおかしいよ。若い子にはかなわないな。もうすべての陶器の弾を打ち尽くしちゃった。そうですか。でも全力でいきます。何それ、かわいそう。とそこに負けちゃダメだ。弾を打ち尽くしてしまったんだ。そうなのか。打ち尽くしたのに陶器はいっぱいできるのか。バカだな。相手がもう何もないと思って突っ込んだらダメじゃないか。戦わないと。さあ最後の勝負よ。リョーナちゃん、リョービちゃん。5人と戦った後にさらに2人と戦うのか。鬼だな。しかしこんな最終決戦を文字だけで終わらせるなんて。せめて1枚の画像ぐらい残してあげてよ。忍び学生としては失格だと思うけど、姉さんはっきり言うね。はっきり言うのか。両備は妖魔も神楽もどうでもいいの。あら、姉さんに勝ちたい。
両備の願いはそれだけなの。ごめんなさいは、ごめんなさい言わないの、ずいぶんと小さい願いなのね。小さいとか大きいとか両備には関係ないの。小さい胸でも思いがいっぱい詰まっていれば、それはもう爆乳って呼んでもいいはずだから。失敗もいいと思うよ、爆乳の方が面白い。なんか話がずれてるよ。爆乳より失敗の方がいいと思います。勝手に突っ込むなバカ犬。突っ込みは私のセリフだ。両備は何をやってもすごい姉さんに反抗してるだけの子供だった。だから言っちゃったんだと思う。姉さんなんて死んじゃえって。さあ早く早く、ごめんなさいしなさい。でも今の両備は違う。そっぽを向いて反抗なんてしない。真正面から姉さんと向き合うから。ごめんなさいはしないのか。忍びの誇りはいつでも高く持っているけど、妖魔から世界を救うことと忍びの最高位を目指すことは姉さんを乗り越えてからの話だから、両備は姉さんに勝つ、そして姉さんを成仏させてあげる。姉さんはただの忍びだったか、神楽じゃなかったか、記憶の中でおかしくなってたな。両備ちゃん素敵。本当に立派になったわね。両備ちゃんの気持ち、お姉ちゃんとても嬉しい。でも嬉しいからこそ帰り討ちにしなくちゃね。もうボロボロなのにな。リオキお姉ちゃんはいつでも強く、どこでもたおやかに忍びの道を貫き通しますよ。さあ全力の本気でかかってきなさい。さっき半蔵戦ってもいい、まだ戦えるのか。ショットガンか、操作めんどくさそうだな。もうどんなんだったか覚えてないよ。使った記憶さえないよ。使ったんかな。最後の一瞬まで。なんか出てきた。雑魚的出てくるんですか。そっか、ヤグラあったもんな。ヤグラを探さんと、ヤグラを探さんと、ヤグラ3つ。これはヤグラじゃないよ、実はヤグラでしたとか言ったら怒るよ。なんだヤグラか、罠がある。おい、何もないぞ。ここで倒すとなんかなんちゃらエンドっていうのがあるのかな。何もなかった。さあ行ったろ。なんだこれは、さっぱりわからない。なんかがある。ヤグラ1個あった。ヤグラを探さない。折れないだと。そんな時の時を打てるような銃じゃないだろそれな。あ、それ陶器なのか、陶器だから打てるのか。またいけない、めんどくさいな。変身しとこう。帽子は外れないんだ。帽子が消えた。この銃ショットガンじゃないよな、どう見ても。ショットガンなのか、あ、ショットガンだ。その攻撃の仕方おかしいと思うんだけどな。
倒すのめんどくさ。フリーチ。おい、それドンクリークの技だから、それドンクリークの技だからな。ドンクリークの技じゃないか。フリーチ。自分には当たりませんでした的な。まだ終わらないの？まだ行く。やっと終わる。ふう。おい、開かないぞ。どうなってんだ？もしかして生き方がある？なかった。おい、行けないじゃないか。おい、どこにも行けないぞ。下？下もない。なんか？おい、行けないぞ。どうなってんだ？バグったの？バグったんですか？戻ることができる。あ、一体飛んでやがる。こんなところで隠れてやがるなんて。やったー、ヤグラだな。ヤグラがあるぞー。壊れた。1個目次向こう。え、いけない。当たった。もう1個の矢倉はどこあるんだ。あと1個を探すに行かないと。この下はないのか。この下は普通に行けないだけだ。ということはここにはないな、きっと。どこにあるんだ、もう一個は。取らなくてもいいやつだった。ここ行ってしまったらゴールだったりして。また罠がある。なんか怖いっす。そうか、ここでレベル2をすれば。タタ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 ウ。だいぶ減った、だいぶ減った。これ右に行くか左に行くか分からないじゃないか。どっちかに行ったら櫓があって、どっちかに行ったらクリアかもしれない。どっちだ、どっちに行ったらいいんだ。向こうになってる。じゃあこっちに行こう。どこで、ダメだ、迷ってきた。あった、ヤグラ、ヤグラあった。あ、やっとこれで、これで全部取ろうぞ。撃ち抜いた。おお、こんなことになってる。なんかいろんなものが落ちてる。じゃあこっちは飛び降りたらいいのか。走る前が見えない。さあゴールっぽいな。さあ飛び来たぞ、ついに来たぞ。おめえのターンねえから。龍馬、悪の誇りを舞い掲げちゃう。
あーこいつらのペアすっごいうざいよな。先に曜日から行かんと。しかも画面端じゃないか。しゃこのままこのままどこへ。ダメじゃないか。なんだすごい後ろに下がってきてる。やばいやばい。そのままそのままボコってしまえ、そのままボコってしまえ。させないさせない。あかん、なんでや、まだ吹っ飛ばしよう途中じゃないか。そう、吹っ飛ばしよう途中なのに。お前じゃない、足りなくていい、足りたらダメだ。こっち来んなじゃねえよ。よし、こっち向いた。よし、このまま、あー画面端が近い。画面端が近いぞ。ああ、斜めになってるから。なんだ。さあ。なんでだ。なんでだ。なんで俺がぶっ飛ばされた。画面端だ、もう。もう画面端だ、もう。卑怯だぞ、卑怯だぞ。しかも突っ込んでいけ。なんてやねん。どこ行ってんだ。もう終わるだろ。よし。ほい。なんだ。なんか持ってる、なんか持ってる。どこ行った、どこ行った、どこ行ったんだよ。あった、いたいた。変身型なのか。なんかすごい喋り方もおかしくなってる。このまま行ってしまおう。なぜ俺がやられてる。完全に服がなくなってるじゃないか。ここまで行くのか。もう当たらんし、転身するし。なんでそれいきなり転身する。画面端だから全然ダメだ。なんかガードしてる。どこに行ってんだ。やったー。なぜか俺がやれる。しゃ、このまま終わったろ。なんなんだよこれ。全然つながらないじゃないか。なんか来た、なんか来た。凍ってるし。おかしいな、もう
空中コンボがつながるどころか、いったらカウンターでやられるっていう、ね、いいだ。やっとぶっ飛ばした。もうぶっ飛ばしたらぶっ飛ばされる。どうなってんだよこれ。全然ダメだ。やっと終わった。これで普通に先に決着で出てしまった。決着で出てしまったぞ。おやすみなさい。あー疲れた。お姉ちゃんの勝ちね。さあ謝れ。さあ土下座するんだ。土下座を強要して逮捕されてしまう。やっぱり両家お姉ちゃんも強いよ。強す。今のが全力。あなたたちのお姉ちゃんに対する思いってこんなものだったの。さあ謝れ。土下座をしろ。それじゃお姉ちゃんは最後の櫓を壊しに行くから。今自分で3つ壊したけど。待って。残念だけどもう勝負は終わったのよ。ふざけないでよ。姉さんこそ今のが全力だったの。あれなんでこの子無念あんの。転身してるから。でも服ないぞ。わかるよ。それぐらい姉さんが本気か本気じゃないかぐらい。俺は本気でやったよ。手加減して戦っておいて。姉さんこそ料理たちへの思いはそんなものなの。言い返した。戦うんだったら殺す気で来い。それで死んだって本もバカにしないで。料理は忍びなんだ。そうね、ごめんなさい。料理ちゃんの言う通りだわ。お姉ちゃんが本気じゃないのにあなたたちに本気できなさいって言っても説得力ないものね。わかったわ。勝負はやり直し。いやだ、もうしたくない。今度は殺す気でいきます。もうしたくないよ。自分で輪っかを。輪っかを赤にしたの。本気な本気じゃ。今さら土下座しても許さんからな。ああ土下座を強要するんじゃなくて土下座すら許してくれないのか。ああ違うんか。やるんかと思った。ちょっと焦った。この評価は情けないな。情けない。修行を続けてきてよく。この技はどうかしら。絶秘伝忍法。この技はどうかしら。絶秘伝忍法を変身するだけだった。チャスミン編。ああ疲れた。セーブしよう。